私にだって意地があるんだ。ここで落としてやる。アストナージが待ってるんでね、負けはしないよ。遅い。抵抗すれば無駄死にするだけだって、なんでわからないんだ。好き勝手やってくれて。食いしばれ。お前のような奴は修正してやる。こいつ。俺だってニュータイプなんだ。
抵抗すれば容赦はしない。来るな。私の記憶を奪ったのはお前たちだ。こんなところでやられるものか。遅い。そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。そんなので私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。ラダーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出せ。情けないやつ。その力を無駄に消耗しているとなんで気がつかん。貴様こそ。世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。忌まわしい記憶とともに消え去れ。ジこんなところでやられるものか。いや、落ちろ落ちろ落ちろ。そちらがその気ならば遠慮しない。そんなの。行け、ファンネルたち。
私を攻撃する。お前も私の敵か。私の記憶を奪う奴ら、みんな壊れてしまえ！くそ！こちらの間合いに入ってきた。当たれ！ザクトは違うのだよ。ザクトはこの風、この肌触りこそ戦争よ。
クトは違うのだよ。ザクトはこの風、この肌触りこそ戦争よ。敵さん結構本気だね。この戦いで決着をつける。カリカリ、ハハ、なんてお上手なんでしょう僕。次、好き勝手やられて黙っていられるか。わかる？俺は本気なんだよ。これで終わりだ。覚悟しろ。無駄よ。この感じ、私には見える。何？すれば容赦はしない。この感じ、私には見える。お前の好きにはさせない。
夫だよ。こんなことで引き下がれるものか。甘いんだよ。アムロ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからんのだ。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。これまでだアムロ。貴様の存在自体がすでに危険なのだ。シャ、そうやって貴様は永遠に他人を見下すことしかしないんだ。貴様には分かるまい。バカにして全ての決着をつける。ハムロ、貴様がいなければ。今逃げたら大事なものを失ってしまうから。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。私には見える。
敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。援護お願いします。各砲座、各庫に迎撃態勢を急げ。みんなお願いだよ、敵を止めて。なぜあなたはこうも戦えるの。断じて撃ち落とされてはならん。いいか、相手をよく見るんだ。僕に任せてよ。じゃそろそろドンバチやってくるとしますか。夜に働いておくれよ。連携プレイは命令通りやってみせるの。各位援護してくれ。仕事なんでね、悪く思わないでよ。そう焦りなさんだって。空を落とすのはお前か。許さない。この私に突っかかってくるとは、大した自信だよ。これ以上、お前の好きにはさせない。当たるものか。Thank you.
今逃げたら大事なものを失ってしまうから。私だって負けない。そちらがその気ならば遠慮しない。無駄よ。すれば容赦はしない。当たるものか。こんなことで引き下がれるものか。貴様、今さら私の前に出たことを後悔しても遅いんだよ。くそ、足止めさえできれば問題はない。当たるものか。その能天気さがお前の命取りなのさ。そちらがその気ならば遠慮しない。当たるものか。戦場でうるさい奴は早死にするよ。すれば容赦はしない。当たるものか。舐めてるのか。そんな動きで通用するものか。くそ、この戦いで決着をつける。当たるものか。こっちのパワーは伊達じゃないんだよ。
世直しのこと知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。私は世直しなど考えていない。しかし革命の後では気高い革命の心だって官僚主義と大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って世捨て人になる。それがあんたのことだって分かっているのか、シャ。愚民どもにその才能を利用されている者が言うことか。そうかい。パワーならこっちだって負けちゃいないはずだ。人が人に罰を与えるなどと、逃がすかよ。私はお前とは違うの。死ぬわけにはいかない。ちぃ。